パーちゃまでございますということで、今日は昨日 PUBG の配信を朝方までしてしまい、10時ぐらいに起きるんちゃうかってやってたんだけど、目覚ましなかけてたんだけどね、ちょっと全く気づかず、今現在4時ということで12時間近く寝てしまい、昼間の動画を楽しみにしてくださっていた皆さん、申し訳ございません、申し訳ございませんということで、ほんと今寝起きですね。まあ、なんで昨日朝方までやったんだおいデブという声をいただきますので、お答えしますと、まあ、いつも PUBG 配信でやってるメインなメンバー、インテルさんとかゆとりとかマトリンとかで、マトリンはね夜仕事してるんで夜勤の仕事なんでいいんですけど、まあ、昨日休みだったと。でゆとりがね土曜日まで仕事で、日曜日のみ唯一休みの社会人社畜ボンバーなので、こう昨日ねそれがたまたま俺マトリンの休みでゆとりっていうのね、こう集まって揃っちゃったんで、これやったろやないかいということで、いや頑張って明日朝起きれるわ、起きれませんでした、申し訳ございませんでした。フェルナ・コウチーニョがでね、なんで2018やってるかというと、まあ7月31日までね、あんだけ言いましたけど7月31日でベータテストが終わるんで、まあ、最後にやったき、やっとりましたい、やっときま、初回だみたいな感じですね。と思ってたら、もうメンバーがもう、ぐずぐずだ、これ。チームの、調子がもう、ボロボロだということで、フィルミノをやめるか。フィルミノとジェズズってどっちが強いんだろうな。フィルミノの方がちょっとでかい。オフェンスセンス、ボールコントロール、これでもジェズズでいいのかな、決定力も変わんないしね。むずっ。まあでも調子がいいから、ジェズズにして、パギネル、マルキーヌ、チアゴシューバ、フィリペ、ドグラス、ウィリアンと、守備が本当にね、難しい。守備がまあ、マジでわからん、ということで。ジェズズ、ドグラス、コスタ、ウィリアン、ネイマール。そんなもんか？この辺ちょっと中盤みんな調子悪いから、これちょっとどうにかしたいけど、まあネイマール絶好調に、かけるしかないのか。ちょっとパウリーニョ、ジエゴ・ソーザ、ヘナト・アウグストあたりとね、ちょっとね、足が遅すぎるっていうか、スピードがなさすぎて瞬発なのかな。ということで。あと、今日、何時だっけな。今日何時だっけな。2017、ウイレ2017の YouTuber 杯3位決定戦が VS カバゴンさんっていう人との戦いが今日の22時からやるんで、ぜひ見に来てください。22時ですね、ライブ配信します。まあ決勝、前回ソフィアさんが6-1かな、7-1だっけ忘れちゃったけど、もうボロボロに負けて、まあ残念っていうトーンダウンみたいな感じはありますけど、3位決定戦最後はね勝って終わりたいんで、ぜひぜひ見に来てください。応援よろしくお願いいたします。やっていきましょう、お願いいたします。パーブラジル対フランス、オンラインマッチ、ノイゾネアレン、もうこの時期はね、毎年ねいろんなゲームやって忙しいのよ。まあウィニングサッカーゲームをね1年間通してやるわけだけども、この大体こういうどんぐらいだ、新作の情報発売されて1ヶ月ぐらいかっていうのは、あ、ミスった。もう既存のサッカーゲームは、あ、やばい、センターバック抜けたところ、完全にやられて、もうしっかりプレスをしちゃダメだね。ゴールパフォーマンスを披露されておりますが、大体7月から8月ぐらいは結構、まあ、サッカーのリアルサッカー選手がオフシーズンを過ごしますように、本番もね終わって、チャーマンもこれいろんなゲーム楽しむよということで、今 PUBG、 そしてお忙しい、本当に PUBG でしょ、であとスプラトゥーンでしょ、でまあウィレ、FIFA なり、 FIFA はまだだけど新作もちょろっと入ってくるでしょ。で、ドラゴン、今年はね、ドラゴンクエストも発売してしまった。今作ね、今作っていうか、これね、45度のパス強いから。
パスをねするにも横パス、横パスになる形めっちゃ強いんで、うわ惜しいな。グリーズマン次ね使ってみてほしい。だから感覚としてはこれもらうときに出したいパスいる、そこにこう45度になるみたいな、ちょっと動いちゃったけど、動いちゃったからこれちょっと45度にならなかったけどね、45度のパスかなりねビュッといくから、こんな感じ、わかるわかる、普通にこうじゃなくてこう横向きながらこれこれビュッといくから、これあネイマール出そうかなと思った、あ違う違うやつになっちゃった、ビュッとね45度にだ誰に出そうかなっていうのを見るでしょ、誰に出そうかなっていうのを見て45度になるパスを、これだったらこんな感じ、ビュッとこんな感じかと、あ出せないか、ビュッとみたいな、ちょっと45度じゃなかったの、45度にしたらねなんか伸びないっていうのかな、結構いいパスになります。まあビルドアップの時とかね、危険な時にどうしてもこれみたいな、この45度のパス、45度で合ってるよね、90度、後で測っておきますね、45度でいいはず、え180度が、あ90度か、だから180度がすごいでしょ、180度でしょ、だから90度だね、90度のパスを強くして、90度の角度を作るようにやりましょう。そればっかり意識しすぎちゃうと今みたいなパスミス、よくわかんない体勢になっちゃうんで難しいですけど、よいしょーっと、あネイマールチャンス、ネイマールチャンス、チェイス、ネイマー、出せる、おウィリアン、キャリー・フィリピン、素晴らしい。でもなんだかんだね、唐揚げさんにやられたけど、あの2017でショートパス繋いでキーパーの裏つくみたいな、あれはねまだ強いみたいなんで、2017でマスターできなかった人はマスターしといた方がよろしいよっつって、おい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 おなってきたんじゃない、おっとヒールでヒールでダメなの今の、あっそう無か、これ通っちゃう、ナイス、いや今の怖いね、今のが通っちゃったら、はいあ今のなんか今フラスルで出したんだけどさ、なんかちょっと気持ち悪い軌道というかちょっと低めのフランスだったね、おおお、どうなったどうなった、ちょっとこれ取れるのか、あ、取れる、ナイス、はいはい、あ、ちょっとこれはい、あ、惜しい、あ、ある、いや、ヘッドか、ヘッドか、出せ、もっと、なんだろうね、なんでこんな爽快感がないのかね、スピード、I would agree. It's tremendous play. He's full of belief and imagination, and hard to contain. Way. Casemiro passes it through. Ah, that's it. Trap, 長くなっちゃった。 It's Douglas Costa. Now the pass. Ah, 惜しい。ああああ。くそ、マジで。もっとスルッと体を入れてほしいね。でも無理だ。無理なのか。そこはフィジカルの強さなのかな。もしかしたらベイルとかロナウドだったらあそこも負けそうだけどグーみたいな、セイ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 、あ、ダメか、今ニアか、ニアだったらまあキーパーの軸はずらしてる、うん、まあ体験版がねもう少しで出ると思いますんでね、楽しければいいですけど、楽しくなかったら地獄やねーということで、だいぶやり込んどんなこの人のフォーメーションも見ると、うんうん、おっぱまっぴっぱ、あこの後だから動画を何時に出すの、18時に出すでしょ、で何時ぐらいかな、まあそれと同時ぐらいかな、2010年のマイクラブをねちょっとやって感覚を戻さないといけないね、22時までに、
まあ3時、でもやりすぎるとね、疲れちゃうからやりすぎると疲れちゃうから、どうしようね。あ、何が強い、何が強いの、それは選ばれし者のみがパーパーしていく。あとね、なんだろうな、マニュアルじゃなくてもね、横グラウンダーの2017でやばい、グラウンダークロス上げるサイドからさ、あったじゃん、あのシチュエーションで俺結構強めの三角ボタンありなんじゃないかと思ってるんですよ。あ、まだね、よくわからん動きが出るから、ちょっとタイミングが取れん時あるんだよな、それを覚えていかないといけない。今うますぎ、ラガジーの動きが、あ、読まれてるぞ、これラガジーの動き怖いよ、ナイス。あ、トラッピーが、トラッピーが、あれは結局あれやな、なんだっけ、なんとかコントロールやな、これ行くんちゃう、いいパス、オッケー、ヘディング勝ってくれ、しかしもうバッと行くんじゃん、あ、欲しい、ここ今ね、ちょっと奥のね、誰だろう、あれダグラスコスタかな、ちょっと上がりが遅かったから待っちゃったんだけど、あそこでね、三角強いと思います。あ、いいよ、もう一回頑張れ、耐えろ、ナイス、あ、違う、惜しかったね、でもイメージしてることはちょっとできてた、取れるか、これ怖いよ、よっしゃ、神、ブーンとなるから、ブーンとなっちゃうから、誰なの、取るか、ナイス、足速すぎ、やっぱファギネルやな、あ、ここだ、キャンセルが、シュートパス入れといてキャンセルっていうのがなかなか入力を受け付けるタイミングが遅くなってんのか、短くなってんのかもしれない、あれ結構ミスる、バッツ押しといてキャンセルみたいなのね、あれ結構やるんだけど、俺普通にそのままバッツが適用されちゃうことが多いんで、ちょっともうちょっとキャンセルをボンバーしていった方がいいのかしら、ドゥ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 ドDefending, albeit from an unexpected source. You have to admire commitment like that, because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing. But instead, he looks as if he relishes the chance to dig in for his team here. これむずいな。Fernandinho. これ行くんじゃん。Floats one over. 長いか。Aimed wide. 初めてじゃん、今作。今作初めてあそこのフラスルが伸びて2017みたいになっちゃったよ。大体あれ足元に。吸い付くようにナイスパスが行くんだけどね。ドグラス・コスター、さようならする、ジュリアーノ、ロベルト・フィルミーナ、ジュリアーノ、替えがおらんもんな、ファギネルやっぱ足速いからいいわ、あと1点取って華麗にボンバーしていきたいところですか、ちょっと守備やられすぎてるな、もうちょっとライン下げた方がいいのか、リトリートもなんかでもちょっと違うような感じもするし、何よりリトリートあんまり好きじゃないんでね、フォアチェックで中盤からガンガン押し込んでいくみたいなのが好きなんだよね、よいしょ、これいいんじゃない、あ、三角出せるかな、出せないね、うん、出せない、もっとね一人がいい、三角の時は、今ディッ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 あ、惜しい、いい動きしてる、これやっぱ守備だな、守備をもっと極めていきたい、
上だな、上前じゃないカーソル。Try the through ball。よいしょ、戻ってきてくれ。ツーボラいんのに、ツーボラいんのにこのやられようはやばい。あぶねえ。こういう自己クロスみたいなの入っちゃうのかな、やっぱ。これ神？チェズの、スタミナ切れてるからなのか。ナイス。これ、あ、今のでも。カサミーロ、セットアップ1ゴールソファー。マキニョス。通ってくれ。あ、惜しい。そこもフラスル結構、もう適当でも出した方がいいぐらい通るよね。ウェイ。惜しい。And it's Willian.It is now or never. Time is against them. Neymar. Ah, 惜しいな。あ、よし、ナイス。あ、ジェズ。He's cut it out. ネイマーか。スタミナがないのか。オッケー。ジェズ変えるか。フィルミノにしよう。もうすっからかんだもんね。フィルミノ。ウィリアムももう限界か。ここが総力戦やな。行かなければならんのです。ヘイヘイ、ちょっと耐えてほしい、耐えてほしい。あ、惜しい。絶好やね。よいしょ。カサミーロ、フィルミーノ。あ、いいんじゃん。ほら、いいですよ。そのまま今下の方に蹴った方が良かったかな。キーパーあえてみたいな。キーパー下蹴るって思ったやろうなと。マニキーみたいなのもあったし、チラチラしてたらそれダメだったかな。あ、いいね。フィルミノ、むずい。カサミーロ、いや違う、フィルミノが良かった。あ、すべて最後のチャンス無駄にしたかな。やっぱ 4CB とかだったら守りやすいのかな。ここやっぱカウンター受けるの3人になっちゃうんだよね。時間がない、終わりだな。残念ってことで、最後の2018ベータ版もいいとこなしで引き分けですね。やっぱ簡単にちょいちょいやられとんな。まあでもこれは完全にミスだもんね。センターバック四角ブレスでグーンいってたから。あとはもうシュートの形を今全然作れてないね。いいところまではいけるんだけど、結局シュートの形ないよみたいな感じでパーパーしてますんで、残念ながらパーということで、こんな感じですね。うん、すんばらしい未来は待ってるかと思いきや待ってこずということ。ディフェンスやな。だからどこまで、あ、行っちゃった。マッチングに。ダメだ。マッチング行っちゃダメだよ、と。ね。どこまで行ったら、こう、誰がプレス行くかとかを、もうちょっと頭に叩き込めば、もうちょっとうまくできるかもしれませんが。皆さんどうでございましょうか。まあ、僕が分かったことは、90度。90度パス。だこっち、こう目の前にさ、出したやつがいるっていうときは、こっち向いてこうみたいな。だからこう、なんかこう、ボールもらうときに、こいつに出したいっていうのがもう、まあ分かってる場合ね。出したい。こう行ってこうみたいな感じの。おう。いや、あっちいるから、こっち向いてこうみたいな。なんか二つ考えるのがあるのかなみたいな感じが思いました。ということで、邪魔！ベータ版、体験版を楽しみに待ちたいと思います。したらばな。邪魔軍じゃんけんタイム。ジャマくんじゃんけん、最初はグー、じゃんけんパー。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。